神宮球場には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの8回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出している以上、この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。まずはスワローズのエース小川が神宮球場のマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。楠本が打席に入ります。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが振れてるんだと言ってましたね。ええ、さあ今日も打つことができるんでしょうか。さあ注目の立ち上がりです。初球ストライク。改めてお聞きします。バッターボックスの楠本、どういうバッ打ちました。打球はセンターへ、センターが取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。初球ストライク。次が2球目、低めボール。さあ3球目は何か。打った、大きな打球になった。これはどうか。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは3番の筒香。ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーは小川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。初球ボール。アウトコース決まってストライク。内へ低めの変化球、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。ボテボテ、サードが前に来る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ三者凡退です。1回の裏、これからスワローズの攻撃が始まります。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の東。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。バッターは坂口。昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ボール。高めいっぱいに決まります。これは決まった。ワンボールツーストライクです。打ちました。
ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている川端。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。初球ボール。2球目は何で来るか。スライダー決まってストライク。コーナーを攻めます。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。インコースボール。さあ仕留められるか。打ちました、痛烈。これはどうだ、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。赤星さん、バッターの青木、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。左の方が断然得意な印象ですね。左特有の外へ逃げていくようなボールを非常にうまく打ちますよね。そうですか。バッターボックスの青木、今シーズンインサイド打ちます。セカンドの右抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点を先制しました。1対0スワローズ、試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。初回からの先制点、タイムリーで上げています。さあそしてバッターボックスには山田が入ります。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですよね。初球はストライク。ストレートが決まっています。ここもアウトハイへ。変化球が頭にあったのかもしれないですね。なるほど、そうですか。牽制、二塁タッチもセーフ。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。さあそして打席には村上が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。初球は何で来るか。見送ってまずはストライクです。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって1対0スワローズ先制です。2回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃。バッターボックス宮崎、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。さてスワローズの先発は小川、今日が8試合目の登板です。前回の登板は7イニング投げて自責点4、内容的には今一つだったんですが、打線に助けられて勝ちがついています。いい球ですね。
ボールになります。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。はい、次が4球目。打った、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、センター掴んでワンアウト。5番バッターロペス、まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました、これはどうだ、セカンドが取る。ツーアウトになりました。バッターボックス伊藤、昨日は5安打の大活躍でした。もう大爆発でしたよね、打てばヒットという感じでしたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ツーアウトランナーありません。痛烈、これはどうか、ショートの横抜けた、これで5試合連続安打。ツーアウトランナー1塁、バッターは7番に入っている桑原、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか、ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが2球目、入りました。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。4球目は何で来るか、緩いボールを持ってきました。打ちました、大引き、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。1対0、スワローズが1点差を守っています。さあバッターは大引き、初球は何から入ってくるか、打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは7番に入っている上田、昨日のゲームでは無安打に終わっています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球空振りです。この打球はファールグラウンドへ、切れていきます、ファウル。次が3球目、インサイド打ち上げました、ライトに上がった、ここはフライになっています。ライトが取りました、ツーアウトです。8番バッターはキャッチャー中村、昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。ツーアウトになっています。この回のスワローズ打線ですが、初球打ち、これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル、ここもファウルです。アウトコースは外れます。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。
インサイド落ちました。センターに抜ける。ランナー出ました。ヤクルトスワローズです。ツーアウトランナー一塁、バッターは小川。ヒットでランナーを一塁に置いています。高め変化球空振りです。低めノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。体に近いところ。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2回終了1対0、スワローズが1点をリードしています。3回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、バッターボックスは8番柴田。スワローズ1点リードで迎える3回です。インサイド決まっています。インサイド落ちました。ファウルになります。高めちょっと外れたか。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。青木抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の東がバッターボックスです。まあここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球ボール。変化球が高めに抜けます。ボール先行です。これが3球目。外低めのボール。低めの球、ツーボールツーストライクです。平行カウント、打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター楠本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インコース決めてきた。あっという間にツーストライクです。ここは落としてきました。さあ勝負してくるのか。高めのボール、センターライナー掴んでスリーアウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはスワローズです。
赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました、スワローズ。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには川端が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。バッターの川端、今シーズンの得点圏打率は2割2分8厘となっています。まあ役回りもあると思いますが、ちょっと寂しい数字ですよね。ええ、まあここはシンプルにボールを捉えることに集中していけばいいと思いますね。ああ、そうですか。さあ、勝負してくるのか。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ここは打ってほしかったんですけど、まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには3番の青木が入っています。まずは見送ります。ワンボール。インコース低め、ストライク。二塁牽制、二塁セーフ。低め、際どいボールにバットが出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。このスライダーは外れます。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。スワローズ2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。打順は4番山田。スワローズこの回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、まあここから見ていても勢いが感じられますよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたい。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには5番村上。スワローズこの回1点を入れています。さあ、2点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。いい流れになってますから、勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。引っ掛けさせようかというボール。さあ、勝負してくるのか。引っ張った、ファーストを取った、二塁を送ります。セカンドホースアウト、アウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。3回終了、2対0。
ヤクルトスワローズのリード広がっています。小宮山さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。低めは外れました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。まあ次は迷ったらアウトローのストレートですね。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスには3番筒香。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、この当たりはどうか。ヒットになった。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは4番宮崎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。高め打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。青木よく間に合いました。ファインプレー、いいプレーが出ました。ファインプレーです。赤星さん、今のプレーいかがですか。いや、今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。5番バッターロペス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ファウルになります。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。引っ張った。打球はレフトへ。坂口が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃になります。バッターは6番大引。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。スワローズリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の打ちました。左中間に強い打球、これはどうか。真ん中を破りました。バッターランナーは2塁到達。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れる時にどんどん取っておきたいですね。なるほど。バントしました。左方向へ転がした。ピッチャー取った。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。最初は変化球できました。バッターボックスの中村、今シーズン得点圏での打率は2割3分6厘となっています。まあもっと打っていかないと厳しいですよね。まあここは気負いすぎず開き直っていけばいいと思いますね。はい、期待しましょう。外外ときました。結局これも見逃しました。バッターの中村。インサイド打った。ボテボテのピッチャーゴロ、掴んだ。一塁アウト。ランナー三塁は変わりません。さあバッターボックスには先発の小川が入っています。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。
いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、低めのストレート、ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ3球目は何か。あっと、そらしている。サードランナーは、サードランナーホームイン。ボールを拾って、釣り玉でしたね。振ってきません、外れています。5球目は何で来るか。三振になります。3アウトチェンジ。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。4回終わって3対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。打席には6番バッター伊藤。まあ、ここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。さあ2球目は何か。コーナーギリギリに決めましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。低めに来ました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。外へのボールは入りません。打ちました、痛烈な打球。ファウルになります。打ちました、大引き。アウト、ワンアウトです。打席には7番バッター桑原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。インサイド落ちました。これはどうか。山田が掴んで2アウト。打順は8番柴田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。2アウトになっています。惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。低めのボール入りました。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズンの初ヒット。2アウトランナー1塁。さあ1塁にランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、この内容ならまだ続投でしょうね。はい、さあここは自分で何とかしたい。これもファウル。ノーボールツーストライクです。三振になります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。打順はトップに帰って坂口。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。次が2球目。体に近いところ、
次が3球目。打ちました、流しました。さあどうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には川端が入っています。さあ追加点のチャンスです。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。内へ、低めいっぱい決まりました。入れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。打ちました、流しました。これはサードライナー。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうか。初球打ち掴んでツーアウトです。さあそして打席には山田が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。バッターの山田、今シーズンの得点圏打率は3割1分5厘となっています。いい数字ですね。勝負強い4番バッターですよね。ここも勝負強さを発揮してくれると思いますね。ああそうですか。低めへのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、外、1塁を送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。5回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。1回の裏、先制のランナーを置いて迎えるは3番青木、右中間へのタイムリーヒット、スワローズ先手を取ります。3回の裏、得点圏にランナーを置いて3番青木、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。スワローズ1点を追加します。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。 DeNA ベイスターズ、打順よく1番から始まります。バッターは楠本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりでしたからタイミングは合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。なるほど、そうですね。スワローズリードで迎える6回です。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。いい当たり、これはファーストの横抜けました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番ソト、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました、取った、二塁へ、二塁アウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。3番バッター筒香、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番宮崎、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
2球目は何で来るか。外に決まりました。まあ、ここは長打になりやすいカウントですから、やはり低めですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外れましたけど、いいボールですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。ピッチャー取った。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。6回の裏、スワローズの攻撃。バッターボックスは5番村上。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。スワローズリードで迎える6回の攻撃です。いや、素晴らしい球ですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボール2ストライクです。ファウルになります。タイミングが悪くなかったですよね。スライダーにも対応できそうですね。はい、インサイド変化球外れます。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。打順は6番大引。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク。ノーボール2ストライク。さあ外してくるのか。3球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは上田。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここは中途半端なバッティングでゲッツ。引っ張った、高いバウンド取った。二塁は無理、一塁送球、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、追加点の欲しい。高め打ちました。ファウルゾーン切れそうです。ファウルになります。引っ張った、これはサードライナー。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。6回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。小宮山さん、さすがの安定感でこの7回迎えてます。まあ、そうですね、もう本当に安心して見てられるといったような投球内容ですよね。はい、この後もそんな投球続くことを期待しましょう。高めストライクになります。3球目は何で来るか。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ロペス、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。
外から入りました、うん、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。低め落ちるボール決まりました。これで追い込みました、まあ、ピッチャー有利のカウントですから、まあ、外のストライクからボールになる変化球を引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は7番桑原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナー一塁です。インサイド落ちました。ファウルになります。さあ追い込みました、まあ、早めに追い込めたんで、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球空振り。ツーアウトになっています。バッターボックスは8番柴田。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。落ちる球見逃してストライクです。あっという間にツーストライクです。外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ4球目は何か。打ちました。切れていきます。ファウル。これが5球目。打ちました。レフトバックする、バックする、ヒットになった。これでマルチヒット。2アウト2塁。バッターボックスには代打の梶谷。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。これが1球目。いいコースへ投げ込んでいきます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。低めいいところに持ってきましたが外れます。ストレート打った。ショートよく取った。二塁アウト。ファインプレー。これでスリーアウト。ご覧いただきましょう。走りながらの候補ファインプレーが出ました。いや本当に難しい打球だったんですけどよく取りましたね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン。7回の裏スワローズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。葛西が2番手としてコールされています。赤星さん、ここでもう一押ししておきたいですよね。そうですね。ここで追加点が入るとグッと勝利に近づきますからね。もうちょっと離しておきたいですよね。そうですね。追加点を取ってさらにいい流れ作りたいところ。高め
で打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。柴田が抑えています。ワンアウト。打順は1番に返ります。バッター坂口。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。ボールになります。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。内へ低めに変化しました。見逃し三振。ツーアウトになりました。打席には2番バッター川端。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。空振り。引っ張った。ファーストの左、抜けました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは3番青木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。胸元へ決めてきました。ストライクです。ノーボールツーストライクです。ボールになります。アウトコース打ちました。あっと、取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。4番バッター山田、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあスワローズ、その点差を広げていこうかというところです。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。あっと、外れた。変化球打った。ショートの左、抑えた。一塁送球。サードランナーがホームに帰ってきました。思わぬ形での得点。ショートのエラーで追加点が入りました。エラーに助けられましたよね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の村上が入っています。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですか。バッターボックスの村上、今シーズン得点圏での打率は2割4分4厘となっています。まあクリーンナップですから、もっと勝負強さが必要でしょうね。まあここはクリーンナップとしての意地を見せてほしいですよね。はい、期待しましょう。ランナーここはスタート切りません。
ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。さあ仕留められるか。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。桑原が掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。7回終わって4対0ヤクルトスワローズのリード広がっています。これから8回ここでベイスターズ代打を送ります。佐野が打席に入ります。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。これが初球、際どいコースに送ってストライク。チェンジアップ空振りです。ノーボールツーストライク。打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。2番バッター外、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ2球目は何か。外は入っています。あっという間に2ストライクです。落ちる球、さあ勝負してくるのか。変化球空振り。バッターボックス筒香、まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかない。引っ張った、打球はライトへ。上田が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0ヤクルトスワローズがリードしています。8回の裏スワローズの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号17三島が3番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは三島、今シーズン11試合目の登板です。昨日の悔しさをどう振り払うかというところになります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。セカンドの左抜ける。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。高めのボール、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。スワローズ1点追加します。5対0スワローズリードを5点に広げています。さあ打席には先発の小川が入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。低めの変化球でカウントを稼ぎます。
すぐに追い込みました。よく見ましたね。見逃し、このチャンスで手が出ませんでした。三振です。2アウトになりました。打順はトップに帰って坂口。大きくリードしてますけど、手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。低め外れました。ボール先行です。インコース低めのストライク。引っ張った。これはどうか。ロペス一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。8回終わって5対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。小宮山さん、ここまでのピッチング、さすがエースの貫禄を示すような内容ですね。そうですね、もう本当に素晴らしいピッチングですよね。本当にそうですよね。さあ初球は何か、切れていきます。ファウル、アウトロー外れます。ところに決まってますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込みました。次が4球目。打った、セカンドの右抜ける、ヒットになった。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチング。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには6番伊藤。まあ点差はありますから、攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。バッターの伊藤、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで7厘となっています。大きく外れました。さあ勝負してくるのか。ジャストミート、抜けた、セカンドランナー帰れるか。二塁送球はどうか、二塁アウト、ワンアウトランナー三塁一塁となりました。バッターボックスには7番桑原。ちょっと粘られてますけど、しっかり締めて終わりたいですよね。はい、さあ最終回しっかり締めてほしいところ、どういうピッチングになるのでしょうか。ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球する、サードランナーホームイン。ベイスターズ1点返しました。5対1、スワローズなおも2塁1塁のピンチ。さあそして打席には柴田が入っています。さあなおもピンチが続きます。ここで差を詰められると分からなくなってきますんで、しっかり抑え込みたいですよ。なるほど、そうですね。
セカンドライナー掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。打順は9番梶谷。スワローズこの回1点を返されています。さあリードは4点と変わり、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さてバッターの梶谷、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。そうですか。ライト線ぐんぐん伸びる、ライン際ですがここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。最後追い上げられましたが逃げ切りました。試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。小宮山さん、いやエースらしい粘り強いピッチングでしたね。まあ本当によく頑張りましたね。どこかで、まあ、崩れそうな感じはありましたけどね、本当よく頑張りました。本当にそうですよね、チームに勢いをつけるそんな勝利になりました。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。どなた様もお聞きください。